マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。広島東洋カープ対読売ジャイアンツの一戦です。解説は里崎智也さん。赤穂さあ、カープピンチを迎えています。とにかくここは一発逆転だけは避けないといけませんよね。なるほど、そうですね。初球打った、これは大きいぞ。センターの頭上を破っていった。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン、ホームへ。ファーストランナーもホームイン。ジャイアンツ逆転、2対1になりました。カープさらにピンチが続きます。残念ながらカープ敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは